えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はアメリカの歴史とジャズっていうのをやっていきたいと思います。アメリカのね、えー、社会情勢とジャズの音楽って結構やっぱりこう影響を受けるんですね、えー。そういった流れと、まあ大きなジャズの流れを、まあジャズってものすごくこういろんなスタイルがあるんですよで。そのスタイルがどういう時代にできて、どういう風に皆さんが聴いてるかっていうところをやっていきたいと思います。それでは始めていきます。 まずですね、ジャズが生まれるまでの時代と、スイングジャズっていう時代と、モダンジャズ、そして新たなサウンドができてくる時代というところで、まあ4つの区画に分けてですね、こちらの年表をですね、メルマガの登録していただいた方には最初にお送りする年表になりますので、えー、もし、えー、ご興味あれば、詳細欄からメルマガ登録よろしくお願いします。ではですね、まずジャズが生まれるまでですね、独立宣言があって、アメリカ画家をまあこう独立して、 まあ国として認められて。で、ジャズが生まれた契機になるっていうのが、まあ結局その、こう奴隷として黒人さんがたくさん輸入されてきてですね。で、そこでこう黒人音楽とその現地の音楽が結びついたっていうのが、まあアメリカ南部ではジャズだったりブルースだったりするんですけど、まあこの奴隷輸入禁止になっていくわけですね。で、まあ1842年にはもうニューヨークの えー、ブロードウェイっていうところですね。あのー、マンハッタン島のこう斜めに走ってる道のところにこう、ブロードウェイって言っていろんな感激ができるところですね。こういった、まあちょっと音楽産業に関係する子はこの辺にできてき始める。の交渉制度っていうのはですね。まああの、戦争時代っていうのも、まあ、もちろんあるのだろうとは思うんですけど、えー、ストーリービルっていうのがですね、後で出てくるんですけど、ストーリービルって言って、こう、まあ こう国が認めてた、えー、法律として認められてた歓楽街というか売春宿があったわけですね。で、も基本白人の売春宿なんですけど、えー、黒人さんも、えー、まあ、黒人さんの売春宿っていうのもやっぱあったそうなんですね。まあそれに関しては本当は法律では認められてなかったんですけど、まあ黙人だったそうなんですが、まあこういうところらへんで、えー、この、 プリティーベイビーっていうですね、えー、映画があるんですけど、このストリービールのことをすごくこう題材にしてるんですけど、そこの、まあ要は、娼婦だった女の子を舞台に、えー、やっているんですけど、ここでもそうですけど、お店ではやっぱこう、一回の待合室でこう、ピアノ弾いてたりとかですね。で、そこでこう、飲みながらお客さんが女の子を選定するっていうような、そういう状況もあったんで、やっぱりこう、僕が聞いた話ではやっぱりこう、ミュージシャンがこう、ね、ドラムが生まれたのも、こう、 本当は大高いとこ、小太鼓がバラバラだったのが、これを、あの、いっぺんにやってて、大道芸みたいにやったから、おおなんだなんだって人が集まって、そこでこう客引きするみたいな。そういうところでミュージシャンとしてはすごくこう、仕事がたくさんあったわけですね。なので、こういうところで音楽が発展していくっていうところもありますね。で、南北戦争があって、奴隷解放。要は、奴隷の間っていうのはミュージシャンとして音楽、ね、奴隷ですからね。音楽、ミュージシャンとして成立できないわけじゃないですか。 ここで解放されたことによって、まあ、人間として認められるので、なので、ここで、まあ、ジャズっていうのは、黒人のミュージシャンっていうのができていくわけなんですね。千八880年、円盤式蓄音機っていうことですね。円盤式がなぜ大事かって、もともとあの、トイレットペーパーの芯みたいなやつ。あれでこう、蓄音機ってやってたわけじゃないですか。これが円盤式になるとですね、何が便利かと、プレスできまパって。あの、溝じゃないですか。 結局、針が溝を取っていくことによって、音の振動を再現するってことなので、なので、こう、パシャパシャパシャプレスっていうでしょだからこれプレスしていく、この円盤だとプレスできないんで、なので、一挙にこう大量に安く印刷ができたっていうところで、こういうところがジャズの,この土台になっているわけですね。1890年代頃にニューオリンズ・ジャズっていうのができ始める。つまり、この、さっき言ってた、まあ、黒人、奴隷として入ってた黒人さんが、 ジャズを始めていくっていうスタイルですね。まあ、ジャズっていうのが、まあ、どういうところでケーキでできたかって言ったら、まあ、その、南北戦争のね、あの、終わった後の楽器とかが、やっぱたくさんこう視野に流れるわけじゃないですか。それを使って、まあ、演奏を始めたって言われてるんですが、こういうところでニューオーリンズジャズっていうのが始まっていくっていうことですね。 で、スイングジャッツ自体1920年の禁酒法っていうのはこれが大事なんですね。まあ一次世界転戦があって、えー、ストリートって書いてもストーリービルですね。ストーリービルが閉鎖されます。シカゴに多くのミュージシャンがまあ流れていくんですね。シカゴに流れるっていうのはちょうどこうアメリカ大陸あって、こうかなり距離があるんですけど、ミシシッピーがあるので、この当時っていうのはやっぱり船で物事移動していくので、まあこういう、この辺がすごくこう、シカゴに流れやすかったんですね。で、 まあ、多くのミュシャンが流れていきます。で、1920年、禁酒法時代にシカゴ、ニューヨーク、カンザスシティという、シカゴ、ニューヨーク、カンザスシティですね。シカゴには、まあ、アルカポネ。禁酒法でお酒を禁止されたけど、この、いわゆるその、マフィアのいる街では、警察が取り締まりできない、ね。まあ、兄なので。で、まあ、ニューヨークでは、オーニーマドゥンっていうのが僕よく言ってるんですけど、ダッチ・シュルツっていうのがですね、これが、こっちが結構有名な人なんですね。かなり残虐で有名だった。 で、映画のコットンクラブっていう映画があって、このオーニー・マドーンのお店なんですけど、まあ、いわ、えー、デューク・エリントンが音楽監督を務めていた、えー、そのお店ですね。ここで、こう、まあ、一番有名なこうジャズクラブなわけですね。黒人のみが出演できて、白人しかお客さんでは入れないお店だったんですけど、こう、オーニー・マドーンっていう人がお店を開いたこのダッチと結構組んだりしてるんですね。 映画でもコットンクラブっていう映画があって、えー、リチャードギアが主演で、で、弟がですね、えー、ニコラス・ケイジなんですよ。で、このダッチ・シュルツっていう人がちゃんと出てきて、このダッチに、この、リチャードギアの主演のリ,アリチャードギアが、こう、雇われて、この当時はだから、まあ、蓄音機って言ってもですね、まだできたばっかりですから、そんなに普及してないわけじゃないですか。だから、ま、やっぱりこう、えー、お抱えのミュージシャンをついて、連れて歩くというか、俺はもう文化的なことも、音楽も大好きだからさ。 俺のこの、お抱えのトランペット聞いてみるのはすげえだろ、みたいな感じで雇われていって、で、まあ、構想に巻き込まれていくっていうことですね。あのー、こう、カーネギーの人を動かすっていう本があるんですけど、あれにもダッチ手術が出てきますね。あの、こんなに残虐な人でも、自分はいいやつだと思ってるみたいなね、えー。人間はどんなにこう、他人が見て、うわ、この人ちょっとやばいなと思う人でも、人間は自分は 俺はそんな悪いことやってない。俺はもう普通の人間だ。むしろ逆に人にこう、ためになってることやってるって思ってるんだよっていう、まあ、例えて出てきてましたけど、ダッチシュルツっていう人ですね。まあだからニューヨークはたくさんマフィアがいてお店がいっぱいあったってことですね。でカンザスティは、えー、トム・ペンダガスと、これは、えー、政治家ですね。この政治家が、えー、密度誌を作っていたので、まあ取り締まれるわけもなく。で、この、 まあ3つの都市でミュージシャンが、いいミュージシャンが集まってくると、そこにまたこう来たミュージシャンがどんどん育っていってですね。まあこの辺がやっぱりこう大きいですね。こういう出来事があったので、ジャズっていうのがものすごくこうタイミングよく、ものすごくこう育っていくことになったわけですね。1929年の世界恐慌が起こった頃に、まあ白人によるスイングジャズがまあだん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 出てくるわけですね。1930年頃はベニー・グッドマン。 ね、えー、1938年、ベニー・グッドマンがカーネギーホールで演奏しますから、この時代にスイングジャズって言って、こう、リズムが、トゥン、トゥン、トゥン、グゥン、トゥン、トゥントゥン、ゥン,ゥン、みたいなこう、弾む感じのリズム、こう、体が、こう、揺すられてアップジャンプ、ダウンするみたいな感じなダンスがね、流行るわけですね。こういうのをスイングジャズと言います。で、アドリブの良さはこの時代はあまりなかったんですね。まあ、あるんだけど、まあ、一部分だったんですね。 で、えー、ビバップっていう時代、モダンジャズに突入します。この、まあ、スイングジャズだった時代から、まあ、こう、チャーリー・パーカーっていう人が出てきて、ビバップっていうのを始めているわけですね。このビバップって何かっていうと、まあ、その語尾がビバップ、ダブルブリブリ、ビバップ、ディバップ、ディバップ,バップみたいな感じになっていくんですが、スキャットで歌うとね、ビバップになるっていうことで、このチャーリー・パーカーが出てくるわけですよ。で、このやり方って何かっていうと、うアドリブのもう、 変革ですね。今まではもうずっとコードが動かない中で、こう、こう、皆さんがこう演奏してて、もう要は、区別するのは音列とかじゃなくて、まあ音がでかいとか、あの音が艶やかだとか、大きい音が出るだとか、知ってるメロディー弾くとか。 早引きするとかそういったところしかなかったんですがこういかに美しい音遣いをするかいい面白い音を選んでいくかっていうやり方をチャリパカっていうのはすごいまあ追求してやっていくわけですねハーモニーに対して2つのハーモニーを設定したりとかまあいろんなやり方をしてこうアドリブのやり方をこう,もうどん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 変革していくわけですねところはお客さんってそんなアドリブの内容が、うん、すごいかっていうのはよくわかんないわけですねクールジャズになると、まあ、これは スタートしたのはマイルス・デビスで、こう、クールの誕生っていうアルバムがあるんですけど、マイルス・デビスそのアルバム1枚でもう撤退しちゃうんですね。で、この後継承していくのは結構白人ミュージシャンだったりするんですけど、そうするともうメロディーももうものすごくやや,やこしくして、アドリブもどん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 やややしくしてて、長い長いこう演奏をこう淡々とやっていくって感じなので、お客さんはちょっともうついていけなくなってしまうんですね。ちょうどこの頃のこの、 ビバップの時代の、えー、こう、ものすごく発展っていう時代にこの音楽ストライキをやるわけですね。で、ミュージシャンがもう録音しないよみたいな。もっとお金欲しいから、みんなで録音しないからっていうことをやってて。だからこの時期のね、発展っていうのがあまり、こう、音源として残ってないところで、この辺が、こう、ミッシングリンクみたいな感じですね。失われたわみたいな感じですけど。で、まあ、第二次世界大戦始まってますから、ブレン・ミラーは、あの、 まあ戦争に行かれて、そこで、まあ夢ですよね、こう空爆されてもこう演奏を止めなかったみたいなのがあったんですけど、まあ、えー、飛行機に乗ったまま、帰らラの人になってしまうわけですが、まあこの辺ですね。まあ戦争第二次世界大戦真っただ中な感じですね。でバース・オブ・クールっていうのは、まあクール・ジャズってこの辺ですね、1949年、ちょうど朝鮮戦争が始まる前後のあたりですね。で、まあカラーテレビが出て、まあこれエンターテイメントっていうのはどん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 発展していく時代なんですが、1950年には、 えー、ハードバップっていう、ナイトアットバードランド。まあ、アートブレーキっていう人が演奏が、まあ、これがもう、だんだん難しくなってきたところにもっとわかりやすいメロディー使って、で、こう、管楽器でアンサンブルして、ラテンのアレンジしたりとか、いろんなアレンジしたり、お客さんがパッと来てもキャッチーな音楽をやりながら、アドリブはちゃんと難しい、このチャーリーパーカーがやってるような継承しながらやるんだけど、途中でバックリフでみんな手拍子したりとか、まあ、ちょっと参加型になるような演奏だと思うんですね。で、僕はあのー、 CG5000 って、えー、こう、えー、メルマガの方にはお送りするんですけど、その中にアートブレイキのですね、モーニーっていうアルバムが有名なんですけど、そのモーニーの後に、そのクラブサンジェルマンっていうライブアルバム、これをお勧めしてるんですけど、 もうこれなんかもう本当に参加型、みんなで歌ったり、手拍子したり、アドリブしてることでみんなお客さんがちゃちゃ入れたらもっとやれとか、えっ、ー、と、そのメロディ知ってるって言って一緒に歌ったりとかする感じですね。まあ要はこういう、聞くとわかるんですけど、ハードなゴリゴリなメロディーでこうアレンジされた感じですね。で、マイルスのマラソンセッションなんかもハードバップに分類されますが、ビバップ以降モードジャズまでもずっとここら辺は全部こう、総称してモダンジャズというふうに呼びますね。 で、こう、ハードバップ。だから、えー、僕がよくおすすめしてる、ワルツ・ホー・デビーなんであるまあ、もう、ハードバップの中に入るって言われれば入るんですけど、どちらかと,とイメージであるモダンジャズって感じですね。ハードっていう感じはしないですね。すごく爽やか。うん。まあ、やってる内容は結構ハードなんですけど。というわけで,ですね。で、まあ、バスボーイポット事件、リトル・ロック高校事件。まあ、バスボーイポット事件っていうのは、まあ、えー、まあ、バスに乗ってた女性が、まあ、疲れてて、えー、まあ、 だ黒人が座っていい、えー、椅子に座ってたんですけど、白人来たから変われって言われて変わらなかったっていうことでですね、捕まったっていう話なんですね。それがまあ結構、ね、世論をこう、こう巻き込んでですね、大きな、こう、まあ、差別問題の、まあ、こう、いろいろこう、訴訟になっていくんですが、まあ、リトルロック高校事件っていうのも、この、えー、ファーバス知事っていう人が、まあ、こう、 要は黒人は入学できるはずなんだけど、まあ、要は入れないようにしたのを、まあ、それをこう、えーまあ、無理やり入学するっていう形でこう、まあ、揉めた事件なんですけど、これはチャールズ・ミンガスという人がファーバス事件の偶話っていう、えー、教皇、知事の偶話っていう、まあ、曲を作ってですね、まあ、その知事のことを馬鹿にしたメロディを作ってこうジャズの演奏をしてたりとかするんですけど、まあ、この当時だからやっぱりかなり まあ、黒人ミュージシャンたちはかなりこう、差別されて、こう、その差別がもうないはずなのに、やっぱりこう差別されてるところに対してのやっぱ憤りとかそういったものがあって、なお、ネット・コールマンっていうのが、えー、フリージャズっていうのをやり始めるわけですね。で、フリーっていうのは何かっていうと、まあ、今のフリージャズってリズムの何かも、かもフリーなんですけど、ジャズっていうのはリズムは黒人が作ったものでしょね。な、で、こう、メロディーもこう、まあ、黒人が作ったものじゃないですか。 リズムメロディー、ハーモニーもう。ハーモニーだけは、まあ、クラシックからもらってきたものなんですよ。ハーモニー感じ。それを黒人が、もう無理やりだから、今までのハーモニーの理論をぶち壊したような演奏の仕方をするってことね。するし始めたら、そしたらこれってもう完全にに黒人の音楽になるんじゃんみたいな感じで、こう、ちょっとこう、調子パズレなような、こう、 今までの西洋音楽のハーモニーには全然ハマらない音とかを使っていくわけですね。こういうのをフリージャズと言います。だから、まあ、ハーモニーからのフリーということですね。で、Kind of b っていうのは、まあ、この後マイルスが作った、えー、スタイル。まあ、もともとあったものなんですけど、クラシックの西洋の、えー、ビバップっていうのはコードがバーって動いていく中で、マイルステービスってのはコードがこう、ずっと止まってる状態。その中で、こう、 メロディーを演奏してていいくっていうスタイルです、ね、これはでもまあ、もともとブルースもまあモードジャズに近いっちゃ近いものもあるし、まあ、ただその新しい手法というか新しい旋律の作り方みたいなのをこう発展させたってことですね。この辺が、まあ、モダンジャズ総称っていうふうに言われるんだと思います。で、新たなサウンドってことですね。モータウン説です。モータウンってモータータウンからの、えーね、名前から来てるんですけど、まあ、レコードレーベルですね。 レコード会社のですね。えー、なんかこう、レーベルっていうのは会社の中でその、その、部門ですね。ジャズの部門に対しての、こう、ラベルを貼るのでレーベルっていうんですけど、このモータウンと言います。で、このシュープリムスっていう、まあ、ダイアナ・ロスとかね、えー、が、ボーカルだったんですけど、まあ、彼女とか、まあ、スティービオー・ワンナとかが、まあ、有名だし、えっ、ー、と、あと、マービン・ゲイとかですね。えー、この人も、まあ、モータウンサウンドですね。なん、イメージ的には、 えー、ブルースとか、ものすごく臭いブルースでやってたのを、こう、8ビートとか16ビートとかを使って、ハーモニーとかもうまく工夫して、都会を感じさせる黒人サウンドっていうのが、こう、主体となっているモータウンサウンドってやつですね、まあ。演奏してる時もこの曲でどんな感じですかあ、モータウンな感じって言われたりしますね。そうするとこうあ、こういう感じだなっていうのを対応して、まあ、What's Going On とか、まあ、スティーブアンの、まあ、イズム t ラブリとか、まあ、本当に、あの、 あの辺のスタイルですね。えー、ハイア h e r g r o u まあとか、えー、オーバージョイドとか、s、は、t、い、スティー,ビー・ワンダ d のサウンドとか、シ u p e r y とかね、こういうポピュラーな黒人音楽みたいな感じですね。で1963年にはスタン・ゲッツと、えー、ジョアン・ジルベルトが、まあ、ジルベルトっていうアルバムをこう、えー、出します。これでボサノバがまあ世界的に結構、ね、これはまあブラジルの。 ブラジルも黒人さんが流れてきて、そこで生まれた音楽ではあるんですけど、サンバが生まれて、それを白人がこうサンバのリズムを使って、えー、ギターで弾き語りをして、えー、っていう形から発展していくんですが、これボサノバになります。で、ザ・サイドワインダー、これロックジャズみたいな。8ビート、ちょっと弾んでるんですけど、8ビートみたいなのを使って、だから、ジャズロックがヒュージョンかというと、 まあ、マイルセビスが始めた、こう、ビッチエズブリューとかっていうのは、もう、ここから先ね、この後、フュージョンって言われるやつに進んでいく、例えば、えっと、ウェザーリポートとかもそうですけど、まあ、リズムとジャズのスタイルが融合してるけど、まあ、一番大きなサウンド感の重要な部分は、まあ、電子楽器を使ってるんですね。要は、ローズピアノとか、あと、まあ、シンセサイザー使ったりとか、そういう形で、こう、 今までいなかったサウンドを使っているっていう形でこう独特のサウンドがします。でまあ、ビゲンがインを出すっていうのは、これは、えー、モーターンサウンドですが、こういうスタイルの音楽が、まあこれはあの、ベトナム戦争のことに対してのこう批判をしている、えー、お話なんですけど、えー、歌詞になってるんですけど、こういったものが、まあこの、やっぱりこういう時代にやっぱ流れに沿って出てる。1960年にビートルズが出てきたことによって、結構、 こうジャズは打撃を受けるんですねなので新しいサウンドがどん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 出てくるっていうそういう時代になります。というわけでまあ歴史の流れはやっぱ音楽の流れにやっぱり影響するというかねなんか歴史でその時代にこうこういう楽器ができたからこういう音楽が発展していくとかね 例えばさっきのフュージョンなんかも、まあ本当に電子楽器っていうのが本当使えるようになってきたから、まあいち早く導入してそういうのをこうジャズの中に取り入れていくっていうスタイルとかもあると思うし、やっぱその、その時の社会情勢によって、やっぱりこう、ね、こう、 差別だったりとかそういう問題によってそれに対してのこうやっぱりみんな歌詞書いたりとか曲を書いたりするのでそういったものがやっぱりこう音楽の流れにあってまあこういうのを覚えておくとあこういうサウンドがこういうサウンドに影響を受けてなおかつこういう社会情勢だからこういう音楽やってたんだなっていうところで理解すると聴く側もね結構面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりします演奏する側もね結構あ,あの時代のこういう感じのサウンドだって理解してるとですねあこういうスタイルだから こういうドラムの奏法を使うとこういうスタイルになるとかっていうのを結構僕は研究してるんですけどまあそれだけじゃないんですけどね、えー、ではまあそういうこういろいろ分類は僕まあこういう分類分け大好きなので、えー、まあミュージシャンにしてみれば勝手に後で分類された分類ではあるんですけどまあとはいええー、こういうふうにまとめてみました聴く時の手助けになったり、えー、演奏する手助けになってもらうと嬉しいかなと思います というわけで、えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。